パーペチュア岬はオレゴン州林間軍のオレゴン海岸中央部にある太平洋に向かって突き出ている大きな森に覆われた岬。陸地は最優スロー国有林の一部として米国林野庁が管理している。パーペチュア岬はオレゴン州やハッツから国道101号線に沿って南へ約3キロメートルのところに位置する。アメリカ大陸太平洋岸北西部の典型的な 岬で海岸から高く険ししいい絶壁を形成しているパーペチュア岬の最高地点は海面から240メートル以上に達する。天気の良い日には頂上から110キロメートルにわたるオレゴンの海岸線と60キロメートル先までの海上を見ることができる。先住民族は6000年以上にわたりパーペチュア岬付近の海岸でかい、カニウニをとっていた。 パーペチュア岬は、アルシーの人々の領域の南部の一部だった。この岬は彼らの言葉で、ハルカイクと呼ばれており、露出した場所というような意味だったらしい。パーペチュア岬ビジターセンター近くの海岸に大量に捨てられた貝殻の山に、今日でも彼らの生活の跡を見ることができる。この岬は、北西航路への太平洋の入り口を探していた。 ジェームズ・クックが1778年3月7日に発見した。発見は、聖パーペチュアの記念日だったので、クックはこの岬をパーペチュア岬と名付けた。この地域は1908年に西ユースロー国有林の一部となった。1914年、米国林野町がパーペチュア岬を巡る崖に狭い道路を切り開き、ヤハッツ川に木の橋を架け、 ヤハッツとその南にあるフローレンスの両集落間の行き来ができるようになった。木の橋は1926年に鉄橋に掛け替えられた。ルーズベルト記念ハイウェイのパーペチュア岬区間は1930年代に建設された。 1933年、三崎の麓、クリーク岬のすぐ北、今日のパーペチュア岬ビジターセンターの近くに、市民保全部隊のキャンプが建てられた。市民保全部隊はパーペチュア岬キャンプ場、歩道網、そして岬の頂上付近に、日シェルター監視所を建設した。第二次世界大戦中、日シェルター監視所は、沿岸監視所として使われ、 大口径の沿岸砲が一時的に設置されていた。また、場所は不明だが、岬の高さを活用して、SCR-270B レーダーが設置されていた。パーペチュア岬のシェルターと胸書きは1989年に、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録された。パーペチュア岬の近くにある悪魔の核入気通るの井戸、米国林野町は、 オレゴン海岸中央部の独特な美観に脚光を当てるため、1960年代にパーペチュアミサキ景観地区を設定し、パーペチュアミサキビジターセンターを建設した。景観地区は11平方キロメートルの東非米松、アメリカ津賀の原生林を含む。パーペチュアミサキ景観地区では、キャンプ、ピクニック、ハイキング、観光、 ホエールウォッチング、ビジターセンターの日替わりプログラムが楽しめる。原生林の中には、太平洋岸の潮だまりに至る、全長約40キロメートルの遊歩道がある。最優スローの沈黙の保障の名で知られる樹齢600年の、首都カト皮ヒの巨木に至る遊歩道もある。この木は高さ56メートル以上で、根元の周りは12メートルある。2007年9月15日、 この首都カ頭皮の老木は群を抜く大きさと樹齢を認められ、州からオレゴン樹木遺産に指定されて手厚く保護されることになった。パーペチュア岬の海岸線に沿って独特の観光スポットがいくつかある。悪魔の核入域は海岸の岩が長く裂けて波が満ちており、入ってくる波と出ていく波がぶつかるときに激しく砕ける。クックの裂け目にある 潮吹き岩と近くの大丈部にあるトールの井戸は、どちらも波が駆動する海水の噴水である。トールの井戸の位置は、北緯44度16分42秒整形124度06分49秒、北44.278421度整形124.113499度、44.278421-124.113499。 潮吹き岩の位置は、北斐44度16分39秒整形124度06分47秒、北斐44.277497度整形124.112994度、44.277497-124.112994。トールの井戸と潮吹き岩は、共に満潮の前後1時間ほどが見ごろとなる。 どれほどの相関となるかは、満潮の高さやうねりの大きさと方向による。風もまた影響を与える。悪魔の各入浴トールの井戸、潮吹き岩は観光客に有名だが、大きな満潮や冬の嵐の時には、危険なこともある。パーペチュア岬ビジターセンターは、ヤハッツから南へ3キロメートルのところにある。ビジターセンターのデッキからは、海と海岸が眺められる。 コククジラの回遊を見ることもできる。ビジターセンターには、自然史や文化についての展示、参加型の子供科学コーナー、自然の映像を上映する、シアター、そして書店がある。ブルッキングズのエミリー山爆撃への反応として、SCR-270B レーダーが1943年に設置された。ありがとうございます。